騎馬の血勢やろうだ。あんた、妹を助けてくれたのか。ありがとう。何を勘違いしている。この女は俺がもらった。胸に七つの傷。ジャッカルや騎馬一族を滅ぼしたという。そうや。この御方が一相伝の北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。 やはり行くのか、レイ。一つだけ頼む。 たとえ命をくれと言っても俺は拒まん。言ってくれ。友の言葉として聞こう。バッタトリ、あの二人を頼む。連れて行かんのか。今度の敵は恐らく身内、北斗神拳同士の戦いに。何？一子相伝の北斗神拳に身内が？俺に三人の兄、 北斗神拳の奥義を伝えられるのはただ一人。そのため兄弟の間に血で血を洗う多くの悲劇が起きてしまった。今度ばかりは生きて帰れるという保証はない。二人を頼む。死ぬなよ。マミーさん、生きなさい。もう自分の幸せを考えなさい。 追ってろ。あの人は剣はユリアさんの思い出があるから、あえて父を身を裁かない。あのお方の名を言ってみろ。 知りたいか。こいつの名は千秋、かつて兄と呼んだ男だ。あの方を知らんのか。ふざけんなこれ。
壊せば進めるか。ジャニ様の弟ならば見ろ、俺様の北斗神拳をジャニ様から奪い毒と味合わせてやるわ。お前ごときに使える北斗神拳ではない。ジャギはどこだ。バカ、口が裂けても言うもんかよ。もう一度聞け、ジャギはどこだ。が、口が勝手に南のオアシスだ。行け、行くがいい。貴様は必ず殺される。ジャギ様は弟の貴様に対する憎しみだけで生きている。行ってくるぞ、ジャガー。俺に対する憎しみだけか。貴様のその耳が弟に似ている。小僧、わざと杖を出しやがったな。待ってください。お兄ちゃんはまだ杖に慣れてないんです。許してください。よし、ではお前の右足をくれ。そしたら許してやってもいいぜ。わかりました。それで許してもらえるなら。お許しを。この子は今日まで兄の手足となり一生懸命生きてきたのです。本当によくできた弟なんです。よくできた弟。兄より優れた弟なんぞ存在しねえ。来い、己の無力さを思い知らせてやるわ。誰がこんなことを。ケンシロウ。奴はどこに。ジャギ、貴
貴様には地獄すら生ぬるい。そんなに殺気立っていて隠れても意味がないぞ。ん？子供？よくも弟を。お前なんか人間じゃない。弟を返せ。かつての俺の甘さがこの幼い兄弟に悲劇をもたらしてしまったのか。互いの秘宝をよく狙え。ふん、弟にたかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがない。かかったな、北斗千住殺。親父見たか、ケンシロウはまだまだひよっこだ。この腕では北斗神拳を継ぐことはできん。早く俺に決めたらどうだ。愚か者が、自分の体をよく見てみるがいい。飛行の部分にあざが。もしケンシロウがその気だったら、お前の体はすでにただの肉塊になっている。お前も少しはケンシロウを見習うといい。ふん、親父、あんたはいつもそうだ。よく見てみろ、どちらが打撃を受けている。こいつに手加減などする余裕があるはずがない。この程度が実力だ。いいか、お前が俺に勝つことなどありえんのだ。ケンシロウ、なぜ負けを装った。兄だから。そのお前の優しさはいずれ災いとなってお前に降りかかるだろう。撃て、撃つがいい。撃て。この痛み、必ずあの男に届けてやろう。だってね、見ねえ顔だな。ここがどこだか分かってんのか、こら。知らん。ジャギのところへ案内しよう。に逆らうやつがいるとは。こいつ、バケモンだ。お前にジャギへの伝言を。俺に何をした。行け、俺の怒りを体いっぱい使って奴に伝えろ。大変だ。変な奴が仲間をぶっ飛ばして。
るに